どうもこんにちは、RC ファンタジーのマサです。今日はですね、前回走らせた DT ゾーさんファイアドラゴンと、クラスホッパー、これのちょっとリベンジ、リマッチをやりたいなと思ってます。で、前回は、ファイアドラゴンの方が、まあ、当然早かったんですけども、今回クラスホッパーに DT ゾーさんのタイヤを履かせたり、DT ゾーさんから、モーターを移植したら、そしたらどうなるのかっていうのを、見てみたいかなと思います。事前の予想で言うと、 DT03 のタイヤに540のスポーツチューンを移植したバージョンが一番早いんじゃないかなと思うんですけども、実際どうなるかっていうのを、一緒に走らせてみたいと思います。はい、スタート。まずはDT03 のファイアドラゴン対グラスホッパーの4リンクサスペンションについたやつですね。で、380のスポーツチューンをつけた状態のものになります。タイヤは、ノーマルのグラスホッパーのタイヤをつけてます。まあ、少しずつ DT03 が差をつけてますね。で、これ実は、まあ、一緒に走らせてるように見えるけど、実は別々で走らせて、で、画像を、映像を重ね合わせて、見せてます。なんで、ファイアドラゴンの方は、ちょっとゴーストみたいな感じに、なってますね。ちょっとビデオゲームみたいな感じで。で、そうこうしていくうちに、5周目から6周目に入りました。これ、レースは10周で、やっています。もう半周ちょっと差がついてきましたね。で、DT0 さん今回、まあ、できるだけミスをしないように、走らせてます。なんで、どんどん差はついていってますね。はい、8周目に入りました。グラスホッパーの方も、まあ、走り自体はかなりスムーズで、非常に走りやすい、仕様のグラスホッパーになってます。はい、DT03、ファイアドラゴンはファイナルラップに入りました。グラスホッパーもファイナルラップ。そして、ゴール。この感じだと3分の2周ぐらい差がつきましたね。続いての勝負はですね、DT03 ファイアドラゴン対グラスホッパーに DT03 のタイヤを履かせたものになります。スタート。今回はグラスホッパーかなり食いついていってるようにも見えますね。あ、抜いた。お、抜いたぞ。あ、また抜き返されましたね。これ走らせてるときは、実際どれぐらい速いのかってよくわからないんで、こうやって編集してみて初めて、まあ、どれぐらい差があるのか、差が近いのかっていうのが初めて見れる感じになってます。で、これ編集するのがかなり、楽しかったですね。でもやっぱり少しずつ、やっぱ差がついてますね。やっぱり DT0 さんの方が、まあ、ちゃんと走れば、やっぱり、どうしても速いと。でも意外と差が広がっていかないんで、一周あたりのラップタイムはそんなに変わらないんじゃないかな。だからタイヤの効果はかなり大きいですね。グラスホッパーのノーマルのタイヤから DT0 さんのタイヤに変えることでかなり速くなるということが、まあ、分かりますね。今8周目から9周目に入ります。差はあまり広がってませんね、まあ、少しずつ広がってるのかな。でも1周あたりのラップタイムの差はかなり、縮まってるんじゃないかなと思います。実際ね、コーナリングスピードがね、速くなってますよね。はい、ゴール。
はい、最後の勝負はですね DT03 対グラスホッパーに DT03 のタイヤを履かせて、さらに DT03 から540のスポーツチューンを移植したもの、この戦いになります。はい、スタート。今回も食らいついてるか、ほぼ重なってますね。あ、でもファイアドラゴンの方がやっぱり速いか。パワーは基本的に一緒のはずなんで、ストレートは基本的にあまり変わらないはずなんですけども、この仕様にするとですね、モーターがかなり重くなってるんで、やっぱりリアの跳ね方がすごく激しくなってですね、かなり運転が難しくなってます。こうやってミスもやっぱりどうしても起きやすくなって、どうしてもその都度どんどん、間が離れていって、どんどん引き離されている感じですね。ギャップがあるところとかね、ほんとね、まっすぐ走ってないみたいな感じでですね、まあ、この4リンクのセットアップと540モーター の、 相性が悪いっていうのもね、あると思うんですよね。ああ、またちょっと滑ったりして8周目に入りました。差がやっぱり少しずつ開いていってますね。でも本当にぴょんぴょん跳ねてね、まっすぐ走らないんでね、やっぱり運転しててもこう手に汗握るというか、気が抜けない感じでですね、面白いっていうよりもなかなか難しいっていうね、そういう印象の方が強くなっていますね。はい、ファイアドラゴンゴール。あ、これはかなり差がつけられたな。はい、ゴール。いや、ちょっと意外でしたね。本当は540のスポーツチューンを乗せたやつが一番速いのかなと思ってたんですけども、まあ、実際ストレートスピードだけで言うと、まあ、速いと思うんですね。ただやっぱり実際こうやってコースで走らせてみると、やっぱり車体とモーターのサイズ、モーターのパワーとの相性っていうか、バランスっていうのが、まあ、大事なんだなっていうことが分かりました。ちょっと意外でしたけど、やっぱりね、この車体で言うと380モーターのがやっぱり合ってるなっていう風に感じましたね。運転しててもやっぱり380の方が運転しやすくて、楽しさも感じられましたしね。で、スポーツチューンの380だと、まあ、パワーも十分で結構速いんで、もう私は380のスポーツチューンっていうのはグラスホッパーには結構おすすめのモーターじゃないかなっていう風に思いました。で、タイヤに関してはやっぱりどうしてもね DT03 のタイヤの方が速いんですけども、まあ、径が大きくなるっていうのもあって、実は結構転びやすくなってですね、まあ、練習走行してる時は結構何回か、転んじゃって、ノーマルのタイヤつけてる時よりもちょっとね気を使うような、感じになってですね、そういう面で言うと、まあいろいろ試しましたけども、グラスホッパーにはノーマル の、 タイヤの方が、楽しく乗れる、セッティングなのかなっていうふうに感じましたね。なんで、まあ、結果的に一番速かったのは380モーターで DT03 のタイヤをつけた状態だったんですけども、この車で一番楽しめるのは380モーターにノーマルタイヤつけた方が楽しかったなというのが結論で、それではこの辺で失礼します。興味深いと思っていただきましたら、ライクボタンの方をよろしくお願いします。それでは失礼します。